はいどうも、ギタープラネットハイのフラの松本です。本日2本目の入荷でございます。タイラージャパンがまたねもう1本入荷いたしました。はい、全然間に合わないです。ありがたいことにですね、だいたいこう、まあ、入荷いたしまして、この開封動画をしましてツイッターでツイッとするとですね、漏れなくネットに載せる前に売れてしまっております。はい、ありがたいことですが、ちょっとですね早すぎませんかと、そんなところもございますが、開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。うわー、久々に来ました。青いシュミアでございますね。よっしゃー、うわ鮮やか、うわヘッド鮮やかですね。はい、ジェームスタイラージャパンスタジオエリート、これは HD ですかね。これはカスタムブルーシュミアのシャープ1ですかね。鮮やかなタイプになりますね。かっこいいですね。ヘッドストックはこのカラーはフォークスマッチング、いわゆるあのシュミアマッチングができないので、今回はキャンディーロイヤルブルーのマッチングになっておりますね。はい、カスタムブルーシュミアというのは USA でいうロイヤルブルーシュミアの、再現になるんですけれども、まあ、ロイヤルブルーシュミアってご存知の通り、あの年式で全然色が違うんですけれども、シャープ1はですね、ちょっとこう鮮やかな時代を再現したような、お色になります。2014年とか、13、14ぐらいですかね。細かい模様で鮮やかな時期があったんですけど、それを再現した、お色になっております。非常にかっこいいですね。おお、なんかスイッチ2つある。これは多分スーパー X でしょうか。ちょっとすいません。自分でオーダーしといてなんですが、あんまり覚えてないんです。はい。それではスペックを見ていきましょう。ほい。ジェームスタイラーギタージャパンスタジオエリート HD、 ボディはスワンパッシュでございますね。ネックはコーターソンメープルで、指板はイーストインディアンローズウッド、ネックシェイプはエキストラシン59、細いタイプになります。ピックアップは SSH の配列で、フロントから JTS5500、 JTS5500 リアはスーパー X でございますね。スーパー X、面白いピックアップでございますね。こちらコントロールの方で詳しく説明したいと思います。コントロール、マスターボリューム、マスタートーン、ミッドブースト量の調節にバイパスボタン 5A がついておりまして、こいつですよ、こいつはスーパー X ボタンでございますね。スーパー X というピックアップはですね、なかなか面白いピックアップでございまして、ハムバッカーですと2つのコイルがございまして、まあ、4芯と言われる、まあ、フォーコンダクターと言われるタイプでコイルタップができたり、シリーズパラレルの切り替えができたりしますけれども、こちらのスーパー X はですね、6芯のハムバッカーでございます。何というところですけれども、おそらくなんですけれども、追加のコイルを内部に搭載しておりまして、それをつなぐつながないでピックアップ自体の出力を変えてしまおうという、そんな画期的なものになっております。弱めのハムバッカーと強めのハムバッカーをこのボタンで瞬時に切り替えられますよというのがスーパー X でございますね。それが載っております。ブリッジは G2TS 2点指示のタイラーサドルのトレモユニットにヒップショットロッキングチューナーがついております。全体を通してですね、爽やかな、思わず買ってしまうようなギターになってるんじゃないでしょうか。いやー、いかがでしょうか。青いシミは非常にかっこよく仕上がったと思っておりますが、どのような感じに皆さんにはご覧いただいているかはちょっとわかりませんが、はい、ヘッドもいいですね。このキャンディーロイヤルブルー、ボディのこの鮮やかなタイプと合わせて非常にいいマッチングになっていると思います。いや、この辺がねいいですよね。はい、ちょっと濃いめの濃厚のロイヤルブルーとシルバーと、でこのシャープ1ですとこの辺の何ですかね、鮮やかな青も混ざるような感じで、非常にこう明るい印象になります。白ピックアップもよく似合っておりますね。いやー、最近本当に入荷してね、こう開封動画上げてちょっとしてるとすぐ売れちゃうんですよ。はい、もしおーこれはーというのがございましたらですね、メールでも電話でもツイッターの DM でも何でもいいので、お早めにですねお問い合わせいただくことをお勧めいたします。本日から店頭展示開始いたします。お早めにご検討ください。よろしくお願いいたします。